ザ・ノーグ・アール・ウィルハイヤー24アワー、1980、ザ・ソブ・ 9000T16 オブ、ライオネル・アボット、イアン・フラックスデビッドシアーズ・アット・ザ・1990ウィルハイヤー、イベント・ウィルハイヤー24時間レース英語、ウィルハイヤー24アワーは、1980年から1994年にかけて、イギリスノーフォークにあるスネッタートンモーターレーシングサーキットで開催された。 プロダクションカー耐久レース。何年にもわたってレースにはスポーツカーとセダンカーの車両で争われた。後に FIA グループ NCO のナショナルサルーンカーカップで走っている競合他社によって争われた。レースは前述のシリーズの責任者でもあるブリティッシュレーシングスポーツカークラブによって運営された。レースは地元のレンタカー会社であるウィルハイア・ビークルズ。 レンタルズが講演し、オーナーのロジャー・ウィリアムスが、モーターレースイベントのスポンサーになった。ウィリアムズは最初は、冗談として6時間、または24時間のイベントを講演することについて、話したが、申し出は、受け入れられ、英国で最初の24時間のレースが設立された。レースは1980年に最初に開催。1989年のイベントは、 ミルハイア社の25周年を記念して25時間の長さになった。1994年に開催が最後の開催となった。同レースでは他のレースで成功を収めた多くのドライバーが優勝した。1986年優勝者は当時の BBC ラジオ1ディスクジョッキーのマイク・スミスとダイオネル・アボットによって共同で運転された。彼はレースに勝った。 最初の二人のドライバーチームだった。以下の票が優勝したドライバー。また、他にも、マーティン・ブランドル、スティーブ・ソッパー、ジョン・クレランド、キース・オドール、ティフ・ニー・デル、ジェームズ・トンプソン、ジェリー・マーシャルらも、同レースに参戦経験がある。エンデュランスに c v レーシングアットスネタートン、2009、スネッタートンの24時間レースの開催経験は、その後、 1999年から英国ツーリングカー選手権ナイトレース2002年2003年2004年にウィルハヤ主催の耐久レースの開催地となった時に有益であることが証明された西 c v 2 4時間レースがスネッタートンに移った2003年まで24時間レースは完全に復活しなかったがシルバーストンサーキットにて開催される2005年の シルバーストーンブリッドカー24時間レースの2005年のブリッドカーイベントはブリッドカーウィルハヤ24時間レースと呼ばれた。ありがとうございます。